大きなお屋敷ね。どこかに幹部とやらボスがいるはずだよ。あ、みんなあれを見て。あれは人質？ナズリン、古賀さ、救出して幹部を倒さないと。火の玉？やっぱり誰かいるわね。どこにいる？姿を現せ。冒険の世界にいるわけに立たなかったらな。そんなに外のやつだら、そんなやつらに当たるなんて。あまさか、ナイフでにしたわや。わらのやつら、そこにしたわや。ようこそ、新内社さん。占拠して、採用あやかしの桜を満開させようとしている、ゴーストリガーね。そうだね、私こそがゴーストリガーよ。想像力の幹部の人に。どうやら、約束を失敗しそうな。採用あやかしの桜を、保険をつけるだろうとさせ。労働的に夢を見せ、安定的信頼性を倒す、対象性を滅ぼす、山の手で競争させ、自由にさせる。それが、私の約束。え、我々の約束、当局解説。この惑星ごと吸収するだって？思想原則とやらのもので？だからな。あった、僕は
人たちのことだったらな。キルノが危ない。さっさとこいつを倒して救出しないと。そんなに歩かなくていいわ。どうせ危なくないんだから。ちょっと私のことあんたたちの危ないわね。みんな襲いかかってくるわ。準備はいいかしら。戦闘開始よ。絶対に野望を打ち砕く。地面から青い炎が、あ、やっと見るなぁ。熱い。あ、こっちもどんどん攻撃しないと。これほどとは、四天王とやらの強さも尋常じゃないけど。なんだって。これほど強力な破壊光線を出せるとは、正直、侮っていました。私たちの戦力では、到底かなわないかも。くそ、これでも食らえ。闇の中に消えた？どこから現れるかわからないわ。用心して。カゼロウさん、ランクさん。徹底的にあいつに攻撃しないと、太陽あやかしの桜を満開にされてしまうわね。